だよ、うるせえな。あら、ヤヒコ、ケンシンは？お前の足音が聞こえると同時にダットのごとく逃げてったよ。さすが飛天満流、すっごい速さだったぜ。よくわからないけど、なんだか失礼ね。ま、この際ヤヒコでもいいわ。でもってなんだよ、ムカつくな。今日行った赤べこでコーヒー買ってきて。なんだ、お使いかよ。仕方ねえな。あそこでコーヒーって買えるのか？ふふふのふ、常連ならではの裏メニューがあるのよ。タエさんにこう伝えてちょうだい。第5話は、そして仲間がまた一人をお送りします。お楽しみに。そしたら店の奥にある裏垢に連れてってくれるから。なんだその合言葉、意味わかんねえ。あそこでコーヒーって頼めばいいんだな。うんうん、エスプレッソフォートフラペチーノのシナモンアップルをアーモンドミルクの白抜きグランデでお願い。覚えらんねえよ、自分で行け。てかなんだ裏が、牛鍋屋だろ。言ってくれたら、これからあんたのことをヤッヒーって呼んであげるから。呼ぶな。じゃあ呼ばないであげるから。なあ、ちくしょう、行ってきてやな。エスプレッソフォートフラペチーノのシナモンアップルをアーモンドミルクの白抜きグランデだな。待ってろ。ちゃんと覚えてたんだ、すごいわ。おい、合言葉なんだっけ。そっちを忘れるんだ。